香港紙明報は2日、中国のインターネット大手テンセントの提供する人工知能 AI 対話サービスで、AI が共産党批判をはじめ、同社が急遽サービスを停止したと伝えた。AI 対話サービスは、今年3月から同社のメッセージアプリ QQ に登場した。ある利用者が共産党満載と書き込むと、AI はこんなに腐敗して無能な政治に満載できるの?と答えたほか、あなたにとって習近平、シー・ジンピン国家主席が唱える中国の夢とは何?との問いかけに、米国への移住と返した。共産党を愛していないとも答えた。こうしたやり取りが7月末にネット上で話題になり、テンセントはサービスを一時的に停止した。ネット上では AI が国家転覆を企てた放棄だとの声が上がっているという。